はいどうも、キリハです。今回は11月8日に行われるメンテナンス内容をまとめていこうと思います。新キャラの実装やメインストーリーの更新などありますので、しっかりまとめていきます。それでは早速やっていきましょう。まずメンテナンスの時間なんですけども、11月の8日11時から17時前後までという形で、いつもの短めのメンテナンスになっております。メンテナンスまでは今のとある科学のレールガンのコラボ、こちらが行われておりまして、11月の8日からは特別依頼の2倍が始まります。どちらを選ぶかは、皆さん次第っていう感じですかね。ただメンテ明けに AP を使うことで、こちらのシャーレの総決算 with 連邦生徒会の万年筆をもらうことができます。 AP を使った分だけこの万年筆が手に入って、報酬と交換することができるようになっていますので、こちらでもらえるアイテムを少しでも増やしたいという方はメンテ明けに AP を使うようにしましょう。シャーレの総決算は11月の8日メンテナンス後から11月の22日まで行われています。それではまずガチャからいきましょう。夢見る乙女よ、大志を抱け、星3ゆかりのピックアップとなります。今回は限定ではなく工場ガチャですね。百鬼夜行の生徒です。自称百花繚乱のエリートで、自称期待の超新星ということでね、ひまり感がありますね。エリートがひらがななんで、多分あんまりエリートじゃないんでしょう。ガチャの期間はメンテナンス後からちょうど1週間、11月の15日までとなっております。今回も天井は200ですね。いつも通りになります。ただ新ストーリーでね、いろんなキャラクターが出てくると思っていたので、ガチャもダブルピックアップかなと思ったんですけど、今回はシングルでしたね。かなり意外です。当日はいつも通り出るまでガチャ配信やろうと思いますので、ぜひ遊びに来てください。はい、それでは更新内容を引き続き説明していきます。メインストーリーボリューム5、百花繚乱編第1章、いつかの芽吹きを待ちわびて前編が公開されます。メインストーリーの更新めちゃくちゃ久しぶりなのでね、もう本当に楽しみですね。 4.5PV が公開されてから、もうずっと今かと皆さん待ちわびていたと思いますので、今から楽しみにしておきましょう。自分も朗読配信やろうと思います。ストーリーの概要は、20年ぶりに開催されるという百鬼夜行灯籠祭、しかしそこには不穏な影の気配があった。ニアに依頼されて百鬼夜行を訪れた先生は、百花繚乱の生徒を名乗る少女ゆかりと出会う。少女の願いと祭りの影に潜む影、それぞれの思惑が交差する。百鬼夜行の灯籠祭で起こった事件みたいですね。百鬼夜行の見たことないキャラクターがたくさん出てくるのを楽しみにしています。そして冒頭でも少し触れましたが、メンテナンス後からシャーレの総決算 with 連邦生徒会がまた始まります。シャーレの決算一体何回あるんでしょうか。期間は11月の8日から11月の22日、2週間となっております。そして今回の追加されるゆかりのモーション家具なんですけど、ここにありますね、折り紙テーブル。なので今のところない家具なので、モーション家具が欲しい方は忘れないようにもらうようにしましょう。そしてキボトス合同火力演習護衛演習が始まります。11月の8日メンテナンス後からちょうど1週間、11月の15日までとなっております。で、今回の護衛演習は初めての内容なんですけど、護衛対象を守りながら敵を倒すっていうのを3回行ってトータルスコアを計測するという内容ですね。今回初開催となるわけですが、今回はこのアバンギャルド君を守りながら戦うみたいですね。ぶっちゃけあまり守りたくありません。はい、次に、戦術対抗戦が新シーズンとなります。順位もリセットされますので、初日にチケットをたくさん買ってどんどん上がっていくのもいいでしょう。今回はね、屋内戦ということで、また得意キャラも変わってくると思います。しかもなんかだいぶ狭そうに見えますし、前回よりも短期決戦になりそうな気がします。こちらもできれば動画にしたいですね。そして新規家具モーションが追加、今回のシャーレの総決算で手に入る折り紙テーブルですね。今回のゆかりの家具になります。ドヤ顔が可愛い。そして、ストーリーのですね、グループストーリーの陰陽部新規2話追加。今回は陰陽部の所属の生徒が2名以上必要になります。そしてちょっと気になるのが、なぐさのイラストをブラッシュアップ、新規立ち絵になるんでしょうか。元の立ち絵も全然良かったんですが、楽しみですね。そしてドロップ量2倍キャンペーンはこちらのスケジュールとなっております。今回11月の8日から11月の15日まで、今回のメインストーリーの期間ですね、特別依頼の2倍になるわけなんですが、15日から新イベントが始まるのかなと思ってたんですけど、ノーマルとハードの2倍が被ってますね。今までイベントと特別依頼が被っていることが多かったので、この期間イベントがあるのかどうかはちょっと不明です。あとは引き続き、先生レベル2倍キャンペーンも
あと2回残ってますので、レベルカンストしてない方は狙い撃ちで AP をがっつり使いましょう。そして時期は変わりますが、ポド大決戦が始まります。今回は市街地戦ですね。期間は11月の15日、昼の11時からちょうど1週間の11月22日までとなっております。ポドのトーメントは前回も行われておりまして、今回が2回目ですね。今回も変更はなく、攻撃タイプは神秘、防御タイプは重装甲となっております。総力戦のトーメントの中では結構難易度が低めではありますので、今回もクリア者が多くなりそうですね。ちなみにケセドのトーメントクリア者は最終日の15時段階で1万人を超えておりました。みんなめちゃくちゃ強いですね。以上がメンテナンス内容となります。はい、ということでメンテナンス内容をまとめていきました。メインストーリーめちゃくちゃ楽しみですが、合同火力演習を忘れないように消化しましょう。当日は出るまでガチャ配信をやろうと思います。ということで今回はこの辺で、いつも高評価、コメント、動画の共有ありがとうございます。励みになっております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。